ケミコン東日本宮城工場に新棟が建設されました。今回は建設の様子を皆様へお届けいたします。2023年6月、着工。セメントでの地盤改良と杭打ちの後、鉄骨組み立てが始まりました。順調に建設は進み、秋が深まる頃には建屋の姿が見えてきました。2024年2月からは床と屋根の工事、建屋内の空調設備設置や床塗り作業も進みました。新棟の1階は生産エリア、2階は生産管理の執務エリアになっています。この新棟で生産される製品が皆様のもとに届くのはもう間もなくです。宮城から世界へ、最先端の製品が羽ばたいていきます。